作りがいのある SBC は来てくれるんでしょうかね。作りがいのある SBC は来てくれるんですかって。どうなんですか。ちょ、火で来て、火で、マジで。マジで、中田。88プラスキャンペーンミックスアップグレード。88以上のバーサス TOTY 特別賞ファンタジーフューチャースターズ3名のうち1名。あ、ピックやって。8586。まあ悪くないっすね。ただファンタジー祭りやろ、これ多分。これ多分ファンタジー祭りよ。ウィンター消えたぞ。やった。まさかそれだけとは言わせませんよ。コンドグビア。あ、マルセイユなん今。へぇー。マルセイユなんや。ミドハイ。容赦な。わお、素晴らしい。センターバックもできるやん。パワーシュート予測。パスカットエアリアル。めちゃくちゃいいやこれ。何これ。めちゃくちゃいいやん。で、こっから準決勝進出プラ1、プラ1、プラ1。マックスプラ3、91。おー。もういいんちゃうこれ。また僕の好きなタイプだ。またしても、またしても僕の好きなタイプだ。そして、ケミ合わせ地獄。絶対に中央アフリカの監督いません。EL、マルセイユ。ベンフィカです。ベンフィカか。まあでも能力はいいよ。この中盤、ちゃんと仕事ができながら、パワーシュート打てて、しかも守備のプレースタイル全部ある。188センチ。使い勝手いいんじゃないですか。まあまあ、作成コストは10万ちょいぐらいかな。まあまあまあ。ほんで何エボ何。下から何かが来ているエボ来てます。何意味わからへん。何だその、ムーディ勝山みたいな意味わからん名前。何その下から来てるエボって。マジ意味わからへんねんけど。バックラインからフロントライン。何これ。守備的な選手にストライカーとなれるチャンスをもたらし、その過程で新しい攻撃的なプレイスタイルと能力を獲得しましょう。ペースプラ5、シュートプラ14、パスプラ4、ドリブルプラ6、守備プラ2、フィジカルプラ3。おう、プレイスタイルプラス0個。レート86、ペース86、ドリブル88、80。パワーシュートとエアリアルプラスと、パワーヘッダープラスと瞬速で ST 作る。なんやねんこれ。これ何これ。シュート、でもあれか、これシュートの制限がないんか。これどこ、誰がいけんのこれ。4は、あ、ゴレツカか。まあ、ゴレツカはまあ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 。おほほ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 ほ。いいですね。おバカエボです。おバカエボ登場。で、逆語やろ。あー、ゴレツカいいやん、これでも。ゴレツカいいぞ、普通に。瞬速、エアリアル、パワーヘッダーで。あ、これいいやん。でも普通にセンターバックにエアリアル、パワーヘッダーつけるのは、まあ全然ありですよね。瞬速ついて、エアリアル、パワーヘッダーでも予測ついてると。おー、スタンダーエムレジャン。はい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 。いや、ちょっと。シュート能力バカやん。あーでもエムレちゃんこれいいな。これいいな。おもろい。あ。TOTW のコソヌ。あー、まあまあ悪くない悪くない。これがカプデビラ。おー。あー、これが TOTW ゴレツカ。いいねー。いいやん。相当。相当いいやん、これ。これがミリトン。おー、ペース90。守備。もう、まあ、シャドウつけて。いいねー。これー、いけんのか。ただで？ただでこれ？やばいな、おい。キャンベルとか言ってる場合ちゃうやんけ、こんな。で、プレイスタールはパスカットもともとついてて、エアリアルパワーヘッダーで瞬速。うわぁ、これいいわぁ。カンセロ。へぇー。ベルナウド。ボーフムや。あー、でもいいね。うん。カルルもいいね。
骨。これ何？ああ、ウパーもいけるんや。これ何ウパー？これ何アイス？ちゃうよな。TOTW ウパーか。ああ、カケレ。カケレとかいたな。おー、もうセンターバックじゃないやん、これもう。すごいな、この数値。あー、でもトモリもこれ普通にめっちゃいいな。トモリもいいな。普通にセンターバックやったらトモリミリトン全然ありですね。もともとやっぱ金カードやけど守備能力が高いやつがすごいいいわ。あ、これがケシエ。おー、ケシエってこんなにプレイスタイル少なかったんや。あー、でも確かにいい中盤ね。これ無料はほんま無課金の希望みたいな相棒やな。急にだって普通に素材カードがこんなクオリティになるわけやから、ほんなら ST いけるやん。だって決定力95ですよ。なんで持ってんねん。いや、これ持ってんのやばいやろ。なんで持ってんのまだ。あー、まあまあ、でもギマギマギーマはまあペース守備ともにまあ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 ですね。これからのこれからのこれいけた。うわー、これ、うわー、よかったのに、このシュートエンド。うわー。うわー。うわー、よかったのに、うわー、よかったのにな、瞬速パワーシューターエンド。うわー、戻さして。戻さして、全然バースデーのやつやって使ってへんから、戻さして、これ。いきますか、じゃあ。いきまっか。必ずや、新登場ピックで神引きしてみせます。いきます。はい。頼むで。ほんまに。頼むで。1枚目。せーの。はい。待ってん !2 枚目。せーの。はい。おー、グリルチュ、まあまあまあ。3枚目。せーの。はい。まあ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 悪くはない。悪くないな、でも。いいですね。ピックピックピックいきます。はい。まあ、確かに、こっからも、うん。まあ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 。TOTW が何番あってもいいからね。はい。ん？うん。まあ、うん。まあまあ。結局、ここやから。はい。僕は90でしたよ。僕は。なんだ？なんだ？いきます。はい。あ、ロットマンや。あ、まあ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 、足早いしいいじゃないですか。うん。ロットマン、いくら？あ、結構するやんね。そうやんね。はい。あ、ソガミンや。これは結構いいんちゃうの？あ、63万、高っ。こんなすんの？さあ。まだマート戦は、普通に強いんで、いいですよ。うん、普通に強いんで。いきます。はい。まあ、色とりどりが一番いいかでも、いきます。94とかさ。あー、まあ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 。まあおもろいんじゃないですか、こういうカードも。てか、なんか足速ない？あれ、こんな速かったっけ？どうぞ。あー、まあ、やっぱオルバンはレース高いからね。エリックスは、うん。やりますか。いきます。はい。お、珍しい。この、あれ、この人ってレート上がるんやっけ？明日90になるよな、確か。うん。あ、じゃ91や。明日。この人いいよ。結構。どうでしょうかね。大爆発は見られますかね。まあまあ、うん、91。まあ、レース高いからね。マルテンス。ほな、いきます。はい。結構、レートは高いな。
お参り。あ、マルキーニョスや。マルキーニョスは、これはね、結構いい引きなはずなんです。うん。はい。おー。まあ、この辺が一面なんかな。まあ、でもやっぱマーツ戦は、ま、レース高いからね。うん。いきます。はい。結構いいピック。おー、まあまあまあ、グリーリッシュはやっぱ高精度うまいからね。いきます。はい。お、ムココ、スタンウェイや。なかなかバラエティ豊かですね。いいピックですね。スタンウェイは今多分10万ぐらいするし、まあムココは普通にテク取り逆子やし。悩むね。本日の新選手、試運転コーナーに差し掛かりますか、じゃあ。久々やな、こんなロードトゥーザファイナルなんて。これででも勝ったら強なるよ。ほんまに。これ勝ったら強なるよ。守備とかに嫌がるやろ、だってこんな。コンドグビア3年ぐらい前めちゃくちゃ人気やったよな。ペース高くて。コスパいい。これで、まあ、シュート力90にロングシュート88。ちょっとロングシュート88が、このマテウスに比べるとっていうところはありますけど。てか、マテウス強マジで。アクーニャ。ヘベス。おぉ。珍しいメンツか。これね。ほう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 。なんかそういう選手じゃない気はしますけどね。使いながら今。でも、ああ、いいね。やっぱプレイスタイルって超重要やな、ほんまやな。あ、お、入ったか。でもあれ、その勘違いしてる人いるかもしれんけど、あ、いいね。はい。はい。はい。この2試合で進化を図ろう。ほうほう。ほう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 。これパスのプレスラーあったっけ？ドーン！惜しい。やべ。おい、ナイス。ちょっと、シュートを飛んですぎや。落ち着け。いやー、バレた。バレた。おー、ナイス。ほら！はい、素晴らしい。この辺。ナイス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 。いや、でかい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 。やっぱ、でかい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 。あー、でかい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 。いいね。やっぱフィジカルよ。やっぱり。これはフィジカルが弱かった。うわー、やられた。レッド。レッドやろ。え、レッドやんね。よしよし。ほら！なんじゃそのグラウンダー。バッ！足。お、うまい！ナイス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 ！いいよー！いいよー！素晴らしいねー。はい。はい。よし。いや、いいねタックルボタン押してないけど、ちゃんと予測が働く。素晴らしい。まあ、悪くないと思いますよ。ただまあ、そう、ケミ合わせがどうなんだっていうところありますけど、まあ、守備の仕事はちゃんとするし、フィジカルあるし、予測プラス持ってて、188センチ、体もでかいし、ちゃんとボールは取れますね。ただまあ、ドリブル系のプレイスタイルがないのとパスもないんで、まあ、案外通せる印象はあったけどな。ただまあ、やっぱ、そういうのを求めてる人にはちょっと辛いかな。
でもやっぱパワーシュート打てて左利きの CM いいわ。なかなかいないんで。まあその、今登場してレート88で、プラスがマックスで91っていうのが、まあその、出遅れてる感がなくはないけどね。あ、じゃあプラス2やマックス。プレイスタイルプラスだか、決勝進出は。まあ出遅れてる感がなくはないが、まあでも強いとは思います。はい。悪くはないです。お。おいおい、成長止まらんぞ、おい。これ逆になったやろ？うえーい。もうちょっとで完全タイヤ、竹。明日にはできるんちゃうか？楽しみですね。いいですね。